ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、すべての道はローマに通ず。目的に到達するまでの手段はいろいろあるということ。また、ある一つの真理はどんなことにも適用されるということ。これは、17世紀のフランスの詩人ラ・フォンテーヌの書いた寓話の中の裁判官と病院長と忍者というお話が由来です。魂の救済に憧れ、清らかに生きることを決意した3人の友人が、それぞれ裁判官と病院長と忍者という異なる道を選びます。ローマ帝国の前世紀には、首都ローマを中心として世界各地へ道が通じていたことを引き合いに出して、どの道をとっても最後は同じ目標に到達できると考えたというお話に基づきます。ちなみに現実は自分たちの描いた理想にはほど遠く、裁判官と病院長は実りのない生活に疲れてしまいます。そこで忍者になった友人のもとへ悩みを話しに行きます。忍者は二人に対して、君たちは大勢の人に囲まれて自分自身を見失っている。静かなところで自分を見つめ直した方がいい、とアドバイスをして、二人はこれに従ったという結末でした。まずは自分自身を知ることが大事であって、それがおろそかになってはダメだということだね。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。All roads lead to Rome. 今日のチェックポイント。Road. 道。道路。Lead to. 丸々に通じる。つながっている。デコボコの道もあれば、遠回りの道もある。いろんな道があるけれど、その過程で得られる経験はまた違ったものだからね。一歩一歩踏みしめて進んでいこう。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!